今回は戦争が生んだ意外な技術、それは死体防風技術、エンバーミングとも言われるこの防風技術は、塗装が主流であるアメリカでは9割のシェアを誇るとも言われています。そんな技術も元は戦争がきっかけで生まれたものでした。時は1861年、アメリカで南北戦争という最大規模の内乱が発生します。交通手段も乏しいこの時代、遺体が家族の元に届く頃には腐敗が進んでしまっていました。この問題に対処するために発展したのがこの技術だったんです。戦争は技術を発展させますね。悲しいかな。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。